エロトマニアとは妄想性障害の一つであり、自分が相手に愛されているものだと妄想的確信を抱いている状態。この症状を分析したフランス人精神科医の名前から別名、クレランボー症候群とも言う。日本語では恋愛妄想、非愛妄想や恋愛妄想などの妄想症と訳される。エロトマニアの障害に苦しむ女性、その対象は多くは、 自分よりも社会的地位の上の人である。自分のアイデンティティに充実感を見出せないため、自分以外の人を通して満ち足りた気分を味わおうとし、大抵の場合は、本人よりも社会的地位や階級の高いと考えられている人物と結びつきたいと絶望する。その妄想は決して揺るがない。女性式上昇とは正反対の概念であるにもかかわらず、 日本語でのエロトマニアという語は、色情症や異常性欲の一種だと混同されやすい。しかし、これは、ストーカーの原因となる、妄想症状の一種で、劣気とした精神病である。この、相手に愛されているといった確信は元より根拠がない、場合がほとんどであり、完全な虚構や妄想である。しかしその確信が揺らぐことはない。証明は、 フランスのエスキロール博士によって命名。クレランボー博士。ストーカー行為に及んでも罪悪感や自覚意識がほとんどないのが特徴という。さらにこの症状は、相手が自分に対して拒否、嫌を逃避するような行動をとると、第三者による妨害や、相上の逃避、嫌がらせや、毛嫌いする行動をとることで自分を試している、などといった課題解釈をするようになり、 ますます相手に対する行動が悪化する傾向である。男性がこの症状になった場合、フラストレーションから暴力的な行為に走りやすい。アメリカ人精神科医のドリーン・オーライオンによれば、エロトマニアの妄想に取り憑かれたものが求めやまないのは、本人が理想化し心から愛する相手との、肉体的ではなく、ロマンティックで刑事上的とも言える一体感である。この種の妄想は、 極めて必要で何年も続くことが多く、別の対象を見つけない限り終わらないという。多数の研究の見解からもエロトマニアの場合、対象からの強制的な隔離、禁止命令の取得や習慣などの法的な介入により隔離が必要である。ストーカーの中には、エロトマニア妄想を伴う精神分裂症など、多くは他の精神病を抱えている。エロトマニアは、 10代の若者と同様に対象の反応を誤解する。相手の何でもない行動や元振りを気のある元振りを見せたと思い込んで舞い上がり、この期待に満ちた思いを殉職してグロデスクに歪めるため、勝手な思い違いをいつまでも繰り返し、どんなにはっきり拒絶されても愛を告白されたものと誤解してしまう。司法精神科医のドクターリード・メロイは、 愛の対象を長い間必死になって追い求め続けさえすれば対象もいつか必ず自分の愛に応えてくれるという過剰に理想化された考えを持つ人物をボーダーラインエロトマニア型妄想性障害と命名した。ボーダーラインエロトマニアは過剰な理想化は真の妄想より現実に基づいているため妄想に取り憑かれたエロトマニアと違って大抵の場合 どんな些細なことであれ、対象と接触してから異常な執着を持つようになるという、ストーキング行為に出る可能性があり、求愛をやめるよう説得するのも同じくらい難しいと考えられている。ありがとうございます。